ステップ2、トポロジー図とトラフィック。まずは定義と,として、トポロジー図としてはそれがノードとリンクのことでしょう。で、それが誰が直接誰につながっているか。それが図になりますが。そして、トラフィックは誰と誰が喋っているのか。で、どんな通信も行っているのか。 この2つが合わせるようにすると、そのトポロジー図とトラフィックが適切になるかもしれません。つまり、そのトラフィックは要求になると思います。そうすると、その要求が分かって、そして、まあ、地理的なことも分かっていれば、トポロジー図は少し書きやすくなります。そして、ロードは、 リンク、あるいは全体のネットワークが何割忙しいか、まあなどどのぐらい仕事をやっているのか。そうすると、それもあのパフォーマンスには依存しますので、それが重要になります。例えば、例なんですけれども、この場合には4台のリオシコンピューターがあって、そして真ん中の雲がこれがネットワークになります。で、例えばこれが、えっと、 メインフレームのコンピューターあるいはスーパーコンピューターなんですが、そしてこっち側にはクライアントになること。そしてトラフィックパターンがまずはそれが考えて、そのトラフィックパターンは例えばこのクライアントが,が全てはメインフレームにつながりたい。そうするとネットワークの様子はどうなるでしょうまあ、多くの場合にはこういう形になって、これ メインフレームにつながるところには、これがボトルネックになる。さて、ボトルネックって何でしょう例えば、ネットワークの図はこういう形にする場合には、これがルーターなんですが、そのルーターが真ん中に置いて、4つのコンピューターにつながっているでしょう。そうすると、4つのインターフェース、4つのリンクがあるんですが、 トラフィックはこういう形になるかもしれません。そうすると、こっちの左側のこのリンクが、これのロードはまあ単位において、これがロードイコール1と言えるんですが、こっちもロード1、これもロード1にすると、このリンクはロードが3になるんですね。そうすると、これがボトルネックになるんですね。そのボトルネックというのは、それがパフォーマンスを制限するところ。まあ、この例だったら、これがもちろんそれが 各リンクの待機次第なんですが、このレールには待機は一緒になっていれば、一番困っているところはこのボトルネックリンクになるんですね。そして別の形があるかもしれませんが、例えば、ピアツーピアの計算、あるいは分散型の量子計算になる場合には、まあ、例えばこの4つがパフォーマンスとかは似ている場合があるかもしれませんし、 各ノードが、えっと、隣のノードにはつながりたいかもしれません。それだったら、適切なネットワークのトポロジーズ、形がもしかしてこの4本のリンクを使うことになるかもしれません。そうすると、これがまあ四角になってるんですが、各ノードが、えっと、2つのネットワークインターフェースは必要になるでしょう。 まあこれが悪くはないんですが、もう一つのやり方、作り方としては、4、そのリンクが直接2つのネイバーじゃなくて、各ノードがルーター経由で行く場合もあるでしょう。真ん中にはそのルーターを置いて、今回はたまたまリンクの数は一緒になっているんですが、そうするとすべてのトラフィックはルーター経由で行くでしょう。 これが一つの考えられるトポロジーズなんですが、そのルーターが、えっと、スイッチに交換すると、パフォーマンスも変わる場合もあるでしょう。そして、距離も考えられるんですが、その距離が、えっと、片方向には、距離が増えると、間には、リピーター、量子中継器を入れなきゃいけないでしょう。 例えば上と下のところには、まあ、こっちの場合には、コントムコンピュータにつながってるんですが、こっちの場合だったら、量子センサーにつながっているでしょう。で、そういうふうにはどう考えると、そのトラフィックの形と、とあのネットワークのトポロジーズは合わせて、適切なネットワークをデザインすることにはなるかもしれません。次のステップから、えっと、いろんなネットワークの種類、もうちょっと具体的な要求を説明して、 それから、えっと、適切なシステムデザインもできるようになりましょう。